エラールチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。阿部さやかです。本日ご紹介しようと思っている英会話フレーズは Awesome です。この Awesome っていう言葉、意味はいいねとかすごいねという意味になります。で、使い方としてはなんか、あ、それめっちゃすごいねとかいう時に That's awesome とか、ただ awesome って言ったり、あとまあ過去形でも使えるのね。It was awesome、 It was awesome などと言います。私この awesome っていう言葉を初めて聞いた時に awesome に聞こえて、紅茶の awesome のこと言ってんのかなとか思ったんですけど、なんか全然違ったなっていうエピソードがあります。はい、いかがだったでしょうか。本日ご紹介したフレーズは Awesome でした。これすっごい使えますし、あとみんな言っている言葉でもあったり、あと YouTube のコメントにも Awesome って AWE SOME ってよく書いてあったりするので見つけてみてください。それじゃあまた来週、バイバーイ。